ラジオネームスコッティ将軍さん、犯罪係数の高いコーナーのスタートですね。あ、確かに。それを書かれておりまして、そうなんですよ。犯罪係数高いですよ。気をつけないと。今日はね、その何か、間違った汁をここから放出しながら、生放送をお送りすることに、なると思います。本当にどうなるんだろう、はい、男女同時でっていうやつ。じゃあそれでは、こちらのコーナー、行ってみましょう。野島健二と、平野綾と、変態音響監督吉田の、もう私たちに何を言わせるの？あのさ、こういうのって今二人お打ち合わせ何もしてないですよね。さらに余裕で今お互いの空気をね、あ、なんですか、タイミングを目で確かめながら。今台本なら一緒って書いてあった。私はやばと思って。どうしよう。何も言ってなかったと思って、すいませんでした。すいません。改めて金融さんすげーっていう風に思いながら、同時にこの二人はそういうことがあっても照れてないんですよ、当たり前のことで。なんかそれを見ていて、俺、あ、役者さんかっこいいと思ってちょっと照れる。内心ドキッとしましたよね。でも、あ、やばって思いました。でもそのドキっていうのは、なんかこうかっこいいこととか可愛い声を聞いたからっていうことではなくて、合わせてる人なかったからってことですよね。そう、やべっておい、どうする、おい、どうする。今日なんか俺立場弱い感じすごいっすね。お手柔らかに来るかなこれ。いや、でもお手柔らかにじゃなくて、まずソロ演技から行けばいいわけですよ。あ、そう。そうきます。そういうので、はい、そういうので、はい、じゃあまず野島さんに、はい、こちらのラジオネームエマさんのこういうセリフをこれいただいたんですけど、はい、一行のやつですよね。もうこれですよ。まあ、これはもうベタベタに、もうそうですね、トレンチコートの刑事ぐらいのイメージで。よろしいですか。結構年齢上じゃないですか。まあ、割と、あ、じゃあ割と、そうですね、30代から40代ぐらいでも渋みのあるタイプの、なるほど、人で、で、その子が、あ、その人が、こう、18歳ぐらいの女の子が、ものすごい、こう、周りから誤解をされてるわけですよ。はい。すごい誤解されてるんだけど、俺だけは大丈夫。みたいなことを、正面からこうやって、分かりやすく言うんじゃなくて、こう、落ち着かせるように、背で語るみたいな感じで。うわぁ、難しいとこ来た。もう、こう、でもそういうのって多分、女子だったらグッと来れるんじゃないかと思うんですけど。あ、ちょっと私今、セリフ見ないようにしてるんで。あ、ほんと、楽しみにしてる。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあもうちょっと誤解されてください。はい、誤解されて、もういろんな人に誤解されてる人になった気持ちになって、はい、で、ものすごいひどい目になって、ちょっともう泣きそうなわけですよ。あ、わかりました。皆さん的には。泣きそうな人に向かって、はい、野島さんが。こう落ち着かせるように渋い男がいう感じで言ったらどうなるのかなと。はい、じゃあそれでは、こちらはですね、ラジオネーム、ケニッチさんがもう楽しみにセリフを見ないって、そこのセリフのところに非常に深く強化してます。やったやった。じゃあそれではもうここで、何か誤解されているかわいそうな女子に対して、野島さん落ち着かせていただきましょう。どうぞ。何があっても俺はお前の味方だから。本当にやばい。何やら止まるやつですよね。やっぱ正面じゃない感がすごいあって、あ、肩ポンってやられながら、後ろからスッて横並びになってくれるみたいな。でしかもこの後その何ですか、その子が誤解された原因を取り除きに行くわけですよ、ね、わ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、みたいの。これなんて言うんだろう、いつもだったらこう女子の気持ちでキャーって言ってたんだけど、俺これ今、今日キャーってやってると本当にバカの人に一緒にいる時にキャーって言ってるといいんですよ。大丈夫。でもツイッター上でいろんな人たちが今一緒にキャーって言ってくれてるから大丈夫。流れてる、すごい流れてるわって。こういうコーナーです。そしてこういう人たちが。